ですね、野辺山駅という日本一標高が高い駅に向かっております。現在ですね、長野県南部から山梨県北部なのかな、そちらの方に向かいまして、車を走らせております。ね、ナビを見た感じですね、ドライブするのが非常にね気持ちよさそうな道で、天気もいいのですごく楽しみですね。意外にね駅とか好きなんですよ、秘境駅とかね本当好きなんで、まあ短い動画になるかもしれないですけど、ぜひ最後まで見ていただけたら幸いです。まずは腹ごしらえ、デイ。はい、セブンイレブンに着きました。もうこの旅で何回セブンイレブンのねあの納豆巻きに助けられたことか。セブンイレブンの後ろ側ですね、見てくださいよこの景色、気持ちいい。ごちそうさまでした。さて楽しみなドライブ開始です。山の方にねどんどん向かっていってますよ。ドライブほんと楽しいわ。知らない道走るのねほんと好きなんですよ、特にこういうね景色のいいところで。気づいたんですけどね、私ね運転する機会かなり多くて長時間運転もするんですけど、音楽をね流すことも多いんですけど、初めて行く道とか本気でねドライブ楽しんでる時って音楽流さないんだなって、それだけドライブ楽しく、見てくれ緑がすごい、天気もいい、うわ見て見て見て、気持ちいい、気持ち、いやー、やはりこれ標高高い感じしますね。雲が近い、すごい近い、もう手を伸ばせたら手を、はーい、もう着きますね。看板見えた、なんか思ったより栄えてる、すごく。あ、これか、え、これこれお土産屋さんか、え、どれだ、これか、これ左か、うわすごい駅前、すごい栄えてる、すごいしか言ってない、栄えてる、しかも車多い。じゃあ少し歩きますかね。はい、こちらが野辺山駅ですね。日本一標高の高い駅、人が多いです、本当に人が多い、まあ、日曜日っていうこともありますけどね。最高駅野辺山、野辺山公園、ちょうど電車が来てましたね。なんか人本当すごいな。さっきの人混みは何だったんだというぐらいいきなりね人が入りました。いやー、私はですねこういう駅の近くにあるお土産屋さんの方が好きなんですね。雰囲気的に野辺山駅自体はねすごく綺麗で、そこまでね風情があるという感じでもなかったんで、お土産屋さんの方にね私は惹かれますね。
ああやって残った商品はね、どうなるんでしょうね。こちらのお土産屋さんは、現役バリバリですね。いや、ほんと綺麗なんですよ。ほんとに綺麗で、公園もありますし、奥にね、SL かな、もありますね。こんな感じなんで、最後にバーッと撮りますね。駅前風景で、あれが野辺山駅ですね。こんな感じなんですよ。で、目の前にうさちゃん。はい、野辺山駅出ました。いや、やはり有名なだけあって本当に周りが綺麗でしたね。周りというか駅自体も綺麗だったし、人も多かったので、なかなかね、写真撮影も難しかったりとかね、ありましたけれども、私はね、周りのね、観光地で廃れた感じの方がね、すごい気になりました。今もね、左手の方に見えてるんですけども、ちょっとこの、ああすごい、左映せます、左体育館、こういう感じのね、雰囲気が好きですね。というわけで、じゃあここで一旦ですね、野辺山駅編は終わりにさせていただきます。隣にあるね、清里も気になるんで、清里は清里でまた別の動画撮りたいんで、じゃあ今から清里に行ってきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価をしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。はい、着きましたよ、清里駅。もう始まってる、廃墟が。うわー、これは歩きたい。駐車場あるかな。